その地図にある場所に小さな祠がある。その祠の上にこのようなお札が貼っている。そのお札を剥がしてほしい。剥がす。そのお札にはある呪いがかかっていてね、霊力の強いものにしか剥がすことはできない。任すとき、俺たちは無敵。それはこの月夜星座の力があれば払われへん悪霊なんかあれへん。しかし出張ともなるとな、それなりの報酬もらわんと。100万あればいいかしら。100万、足りないかしら。お嬢さん、からかっちゃ困るで。なんぼなんでも100万は冗談が過ぎるやろ。たかが除霊にそんな額払うもおらんで。おい、俺たちをからかうなら帰ってくれ。あら、からかってるつもりはないわ。それだけの仕事ではあると思うか。そんなに難しい仕事ならきっと他の方の方が。あなたにしかできないと思うわ。私はそんな。あなたは特別な人よ。あなたは気づいてないかもしれないけど、ここに振り込み口座を書いてくれるかしら。半金を先に振り込むことにするわ。残りは仕事が終われば振り込むことにする。仕事が終われば連絡すればいいのか。剥がしたお札を証拠に持ってくればいいか。その必要はないわ。必要ない。あなたたちが仕事を済ませてくれればすぐに分かる。すぐに分かる。それじゃあ頼んだ先生。前金はすぐ振り込んでおくわ。本気だったのかい。もう着替えるの待ってくれたっていいじゃない。これから仕事やるのに着替えんでもええやないかい。仕事？さっきの女の話本当だったぞ。本当？50万しっかり貼っとったわ。振り込まれた以上仕事受けるしかないぞ。それやばいよ。お札剥がすだけで100万なんて信じられる？信じるも何も、こうして毎金振り込まれてんだよ。何かとんでもないことに巻き込まれるんじゃないの？とんでもないことって何や？それは分かんないけど、断った方が。断るも何も、あの女連絡先も名前も残せへんかったからな。やるしかないやろ。金をもらっとって知らんぷりはできんからな。そりゃそうだけど、俺たち二人いればどんな悪霊も退治できる。心配するな。悪霊だったらいいけど、もっとややこしい。まあこういうことは早く済ませた方が気が楽や。今から向かえば暗くなる前に終わるやろ。札剥がすだけや。今から行くぞ。それじゃあ二人で行ってきてよ。私は霊感ないし二人でできるでしょ。そうだな。あの女どっかで見ているかもしれんしな。私友達と約束あるし。神社の復興のためや。行くぞ。おらしいって。